はい、どうも、うずです。2020年1月1日元旦、まあ年明けて間もないんですけれども、ちょっと朝ね、ネットニュース見てたら面白い記事が出てて、それがね、ハイエンドゲーミングマック、2020年 WWDC での発表の噂っていう記事があって、まあアップルの毎年やってる恒例の発表会でゲーミングマックが出るんじゃないかって噂があるらしいんですね。で、これに対してなんでそういうことになってるかというと、記事の中では台湾メディア経済日報のサプライチェーン情報筋によるとっていうところで、アップルが大画面のノート PC またはオールインワン型としてハイエンド PC を発表する予定ということっていうふうに書かれてます。まあ、もっともこの記事の中でも、今のところ信憑性がそれほど高くないということなので、まあ、ちょっと微妙な情報なんですけれども、ここに対してちょっと自分も思うところを言いたいんですが、アップルってゲームにはほんと力入れてなかったんですよ。まあ、もちろんタブレットとかスマートフォン、まあ、そういったアプリのゲームはアップルはすごい力入れてます。もう iPhone ね、発売した時にすごいアプリもね、すごい数出したし、ただ、私たちがやってるような PC ゲーム、今ね、ここに Steam 出してるんですけど、ちょっと朝でね、反射しちゃって見えにくいと思うんですけど、 PC ゲームと呼ばれるちょっとコアなゲーム、これに関してはアップルは全く手をつけてませんでした。まあ全くってことでもないんですけど、まあほとんど関心がないぐらい手をつけてませんでした。それがここに来て、e スポーツ、今後2020年以降、もう2025年ぐらいにはかなりの規模のビジネスになってると思うんですけど、まあ、凄まじい勢いで利益が上がるんですよ、 e スポーツが。世界的にはね。なのでアップルがその e スポーツにも向けてゲーミングマックを発表するんじゃないかっていう噂が出てるわけですよね。まあでもちょっと信憑性がない噂っていうだけあって、ちょっと自分もまだね、微妙なところがあるんですよ。まあ例えばこの Steam の画面見るとわかるんですけど、はい、これ Steam 上の MacOS の対応アプリ、ソフトっていうのもちゃんと表示があって、決して PC ゲームができないわけじゃないんです、 Mac。 ただ、そのカテゴリーがすごくバリエーション少なくて、こう売り上げのトップなんかを見てもちょっとメジャーなね、ダークソウルとかセキローとかそういう大ヒットしてるゲームは全くありません、 MacOS でプレイできるものは。なのでこういったウィンターセール、今 Steam って年末年始やるんですけど、こういった中で出てくるその賞を獲得してるね、様々なゲームは MacOS ではほとんどプレイできないっていう状態なんですよね。なのでこの信憑性があまりない噂の Apple がゲーミング Mac を用意してるって話、スペック的に仮にゲーミング PC として、グラフィックもね、まあ、CPU だったりグラボだったり、様々なところが機能がハード的には整ったとしても、全く魅力がないハードになるんですよ。ソフトの方が全くねないんです、遊べるソフトが。なので本当にアップルが e スポーツに向けてゲーミング Mac というものを作るんであれば、ハード以上にソフトウェアですね、そちらの方をしっかり Mac 用に、 MacOS 用に提供できる環境を作んなきゃいけないので、これが整わない限りは全くもってゲーミング Mac は魅力がないというものになります。はい、噂話にちょっと真剣になってお話した動画でした。まあでも2020年のアップルの基調講演、かなり楽しみなところはありますので、またそのあたりになったらね、いろいろ動画でわさわさ言い出す人、まあ私もそうですけれども、出てくると思いますから、楽しみにしていきたいと思います。今回の動画はこれだけです。普段からいろいろなガジェットや、ゲーム関係の話をやってるチャンネルなんですけれども、よろしかったらチャンネル登録して見ていただけるとありがたいです。ではまた別の動画で、バイバイ。もうね、朝日がすごくてねこっちのライトをガンガンにね、照らさないとね、顔が黒く潰れるんですよね。もうほぼ半逆光状態の撮影なんで。よし、出かけよう。